皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ウルトラマンファイティングエボリューション3の実況プレイやっていきたいと思います。はい。というわけでね、とりあえず前回の、暗黒の支配者をクリアしたことで、まあ、一通りのね、ストーリーの、S ランクが取れましたよ、本当に。やったよ。で、残り2つかな、これ。この二つで終わりなんかな、こう、ね、この、ウルトラモードっていうのは、まあ、とりあえずやっていこうか。では、一個目のこの世界10拠点同時侵略指令。これなんかの、ストーリーかなんかなんかな、本編での。それともこのゲームでのオリジナルかな、まあ、なんか各ウルトラマンで、なんか試せるみたい。でね、なんか早めに敵を倒すことが、まあ、攻略の鍵みたいな感じらしいんで、やっていきましょう。めっちゃ初見プレイだな、これこそ。あ、そうそう、本当ね、各ウルトラマンをこの場で選べるっていうことなんで、じゃあまあ、とりあえずね、初代の、ウルトラマンでやっていきましょうか。で、なんか必殺技を、まあ、S のやつを1個持っていっとった方がいいっていう風にあったんで、とりあえずカスタム読んで、スペシウム光線のみに必殺技を絞りました。これによってね、スペシウム光線の威力が、S になるんで、めっちゃ強くなるっていう。まあちょっとバリアでね、防がれる心配があるから、ちょっとあれだけど。まあやっていきましょう。その時はその時や。世界10拠点同時侵略指令。なんか噛んでるね。あ、ウルトラの父、よく来てくれた。お前の勇者としての力を貸してほしい。今地球が危機にさらされている。多数の怪獣が各地に現れ、破壊活動を、人類は一気に壊滅してしまう。裏で何かが糸を引いている。おお、バルタン？バルタンなの？今回の敵は。それでは行くのだ。ウルトラの父が言ってくれたらいいじゃん。それはダメなのか。敵を素早く倒して、拠点の耐久力を守るのだ。黒幕の宇宙人を倒す。拠点が一つでも破壊されてしまう。時間切れ、怪獣軍団との戦いに敗北。まあ、ね、敗北とか時間切れに関してはまあ、今まで通りやな。要は、この拠点が破壊されちゃいけないっていう、から、やっぱ早めに倒していけば、いかないといけないってわけか。多分バルタンだろうな、宇宙人っていうのは。まあ、やっていこう。さて、これをどうやって移動させればいいんだ。おお、エースキラーでね。これでいいんかな。よし、やっていくか。おりゃおりゃ。倒せるかな、これで。せいや。お、いけた。これでいいかな。さて。おお、ああやって拠点がちょっと、ゲージが減っていってるんやな。とりあえず、4つゲージがあって、それを、ね、守っていくんやね。ゼロにしちゃいけないってわけやね。
チェイテナキングジョー硬いからちょっと辛いかな。これは倒一発は一発でいけたよいけたし、なんか選択がよくわからん。でもゼットン大丈夫かな。あれでしょ、吸収したりとかしてくんじゃねえのかこいつ。まあ分よりかは弱くはなってるんだと思うけど、防がないでねゼットンちゃん。おお倒せた。これ何回やればいいんだろうな。二世代な、こないだのやつって強かったからな。防がないでくれよ。いけるじゃん。まさかのエースロボットお前まで出てくるとは。弱いね。でもお前は眼球ってあれだろ、吸収があるからな。この目玉親父め、これで撃ってくれよウルトラマン。さあ行け。おお、吸収はなかったようだな。よかったよかった。お、でもなんかねえ、だいぶいなくなったじゃん。こんなところにタイラントが出てくるとは。ね、あの時は、ね、ストーリーモードの時では倒せんかったけえな。ここでは倒してやるぜっていうね。これは倒せるかな？よしよし。
なんか、スペシウム光線一発で本当できるな。あ。おお、科学特捜隊の基地で。まあ、こうね、宿敵同士で戦うっていうね、やっぱり、最後はこうなるのか。なるべく分身させないように。いいな。よし、これで倒せるかな。やっぱりボスだから。ミッション成功。え倒せたよ。おうおう、なんか普通にやってたんだけど S 取れたね。多分これあれかな、イージーだから S 取れたのかもしれないね。うん、まあとりあえずイージーで行ってみましょう。なんかこう要望があったらこうハードとかでもやってもいいかな。お、ウルトラエアキャッチが出てきました。お、お、お、